ベルレモンビルディングベルレモンはベルギーのブリュッセルにある欧州連合の主要機関欧州委員会の本部ビル。事務総局など欧州委員会の主な部局のほか欧州委員会委員長と26人の欧州委員の事務所が入居している。1624年、ロワ通りの端にセアウグスチの修道会の女子修道院が設立された。この修道院は19世紀に フランスのベルレモン出身の女性たちの指導によって、寄宿学校としての役割を果たすようになった。1960年に、ベルギー政府は、欧州委員会の本部ビルを建設するために、かつての修道院の土地を購入した。1969年に完成したベルレモンは、先進的な構造をしており、4つの翼が中心部で、結合して十字架の形をしている。 翼は地面には立てられておらず、吊り橋の広報によって吊られている。ビルの床面積は24万平方メートル以上あり、3000人を収容することができる。1991年、石綿の除去を契機としてリノベーションされることになり、欧州委員会の職員はベルレモンから立ち退いた。この工事は、ベルギー政府にとっては大変な負担であり、国内では大議論が巻き起こったが、 何度かの延期を経て2004年にようやく工事が終わった。2004年10月21日、当時の委員長、ロマーノ・プローディとベルギー首相、ヒー・フェルホフスタットによって落成式が行われた。ありがとうございます。